似顔絵と醜い王子様。自分の顔が好きになる。作画、ヒゲ、素直。昔々のこと、ある国の醜い王子は自分の顔をいろんな絵描きさんに描かせては、こんな顔ではないと満足することなく、たくさんの似顔絵を打ち捨てていました。とんでもないな、似顔絵描いた人めっちゃかわいそう。王子のお守をしているじいがある日、似顔絵描きを連れてきました。このものは見せるよと申して、寸分たがわぬ顔を描きます。女の子、僕が欲しいのは満足、似てたらいいってことじゃないぞと、けげん顔。似せるよは早速絵を描き始めました。できました。見せた絵に王子は目をパチクリ。こんな顔？鏡を見るとあら不思議、王子の顔が絵にそっくり。何イケメンだったっけ？似せるよの描く絵はモデルを絵の通りの顔にするのです。すっかり顔がお気に召し、喜んだ王子は南の国のパプリカ姫に結婚を申し込んでくると馬車を走らせました。ご成功を。かわいいね。ところが王子はカンカンになって戻ってきました。どうしたどうした？パプリカ姫に結婚を断られたのです。まあ、すりゃそうでしょ。なんだか怖いと言われた。許せぬ、思い知らせてやる。似せるよ、僕についてこい。王子は似せるよを北の国のいちご姫の誕生日パーティーに連れて行きました。なぜいちご？ここで似顔絵を描くんだぞ、似せるよ。似せるよの似顔絵は大評判。パーティーにはパプリカ姫も来ていました。いちご姫が、パプリカ姫も描いてもらいなさいよ、と背中を押しました。しめしめ。と後ろで醜い王子がほくそ笑みます。ところが、似せるよは王子の言葉が心にぐるぐる回ります。こんな顔で醜く描け、描かぬとどうなるか分かっているな。王子の凄む顔が頭から離れません。似せるよは恐る恐る似顔絵をパプリカ姫に差し出しました。スメリちゃん下手くそ、最悪だな。え、私の顔？みんな押し黙った中、ギャー、そりゃそうだ。なんと醜い王子の顔が見せるよの描いた顔になっていたのです。さっきまで君のなんで？みんな驚き笑いました。なんで？なんでこんな顔になるんだよ。似せるよはパプリカ姫を目の前にしていても王子のことを考えながら描いていたので、絵は王子の顔になってしまったのです。元の顔に戻してくれ。似てない顔を描くのはもう嫌だから、元の顔を
思い出しながら描かせてください。ニセルヨは絵筆を走らせました。少し歯が大きくなってましたが、元の顔になって王子はにっこり。王子、良い顔をされてますぞ。ジーに言われ、王子は嬉しくなりました。にっこり笑顔で振る舞う王子に、人々も喜びました。王子かっこいい。こちらを向いて。自信を取り戻した王子を見て、ニセルヨは静かに去っていきました。おしまい。次回はレインボーヤが雨で虹を作る話だよ。お楽しみに。作る励みになりますので、チャンネル登録お願いします。制作、ヒゲラクズ絵社、昭和日本、レトロ話。登録。